どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら京急のど飴3種類を食べ比べてみたいと思います。はい、まずですね、この赤いのこの京急のど飴は、以前 YouTube でもご紹介したことがあるんですが、一番最初にね、この松屋総本店さん、川崎大師にある、昔からある飴屋さんとの、京急さんのコラボでできた飴でね、すごい金太郎飴みたいな感じで。そしてこちらの京急塩飴、こちらはですね、まだご紹介しなかったんですが、これがなんと第2弾ということで、塩飴ね、夏とかによく流行りました。それの京急バージョンということで、車両もね、実際に京急こういう青いブルースカイトレインございますので、それをイメージして作られております。そしてそして今回ですね、なんと12月15日に発売になったこちら、京急ハッピーレモン飴ということで、最近イエローハッピートレインということで、このね、黄色い車体のラッピング車を、走らせておりまして、なんとそれのね、記念でコラボ第3弾、こちらのレモン飴発売になりました。ということでですね、この3種類、早速まずこのね、一度食べたことある赤いのから食べて比べていきたいと思います。可愛いですね、京急といったらやっぱり赤っていう感じもねありますから。美味しい。なんかね、すごい懐かしい味がします。これしかもね、喉にいいっていうことでね、のど飴、なんか結構生姜っぽいあの匂いもするので、すごい効きそうな味です。京急塩飴いただきたいと思います。塩飴も、動画はね撮ってないんですが、個人的には私前に食べたことあります。なんかこんなに油ね強かったか、なんだろう、かき氷のブルーハワイみたいな感じです。あ、これそうか、これは塩飴なんですね。なるほど、のど飴じゃないんだ。なんでのど飴最初食べ比べって最初言っちゃいましたけど、これもレモン飴だから全然違うんだ、コンセプト自体。さあ、そして最後はこちら、先日発売になった京急ハッピーレモン飴。さあ、あ、レモン、すごい酸っぱそうな匂いする。いただきます。美味しい。なんか匂いほどのその刺激というか、もう酸っぱって感じではないですね。レモン飴の中で、かなり上位に入る美味しさ。はい、ということでですね、こちらの京急の飴シリーズは、前京急の駅の中にあるセブンイレブンや、あと京浜急行さんの、オンラインショッピング、おとど京急などでね、購入することができますが、数量限定みたいなので、気になった方はぜひぜひお早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、京急の飴3種類を食べ比べてみたでした。ありがとうございます。